まあ、日本全体とさえも喧嘩できるだけ自由で、で人権問題とかまさにそうですよね。一対一億でも戦うことができる仕事で、何よりも人とつながれるし、これが弁護士を目指したきっかけですね。ああ、なるほど。やってるのは、子どもたちがいじめだとか大学の問題だとか、学校での事故の問題だとか、でさらには先生からの体罰する問題とか、あとは最近多いのが障害を持っているお子さんですね。でも普段過ごしている姿を見てると、まあ、漫画も好きだし、ゲームもやるし、お話もできて上手だし、で何が違うのっていうところで壁を感じていて、でその差を無理やりこう暴力的に埋めてしまう先生だとか生徒がいた時に、体罰の問題、いじめの問題、さらには学級問題で、この場合にその調整をする、関係調整をするっていう、そういったお仕事を私の方ではやらせてもらっています。今のいじめの定義は、やられて嫌だったらいじめなんですね、基本的に簡単に言うと。でなんだけれども、未だにいじめがないとか、で本人が嫌がってるのに、嫌だいじめだったって言ってるのに、あれはいじめじゃなかったというふうに繰り返す教育者の方って結構までいらっしゃって、その時に私たちの方でその学校とお話をして、先生たちは勘違いしてた、本当はあなたのいじめだったのに先生たちは間違えてしまった、だから先生はちゃんと謝ったね、だからあなたの言ってたことはみんなが認めてくれたよって言った時に、今までどうしても私は行かないって言ってた子がひょっこり学校行き出したりするんです。この瞬間にやっぱりその子供たちが教育を受けられると、それから先全然違いますから、家族の方と分かち合う喜びというか、これはもう本当に自分としてやりがいとしてもすごく感じる瞬間。何かの法律のプロではなくて、法務員のプロではなくて、あくまでもその社会事実としての学校問題に関してのプロフェッショナルになりたい、これが僕の発想だし、おそらくそれは世の中の願っている人たちが多かったというふうに私は思います。まず最初はその小学校の時に、まあ、今思えば果たしてそれがいじめなのかっていうのも微妙なところではあるんですけども、今僕が扱っている案件に比べると、ただやっぱり当時あまりお金がない家庭ではあったものだから、割とこう他の子に囃し立てられたりとか、いじめっぽいことをされることがあって、高校ぐらいの時にふと気づくんですけども、いじめとかああいった悲しい出来事とかを受けたことで、かなりのパワーをこう制約されてたんだなって。で日本とか、まあ、割と世界もそうですけど、戦争が起きてる国だとかって、子どもたちがすごいエネルギーを持ってても結局何もできない、でそういう子どもたちの役に何か立てないかなっていうふうに思った時に、その時に何も思いつかなかったんですね。でこの思いつかなかったことが弁護士を目指すきっかけで、世の中の世界中を含めてですけども、子供たちをハッピーするにどうすればいいのかなって思った時に、ちょっと学校を作りたいな、学校を作りたい、僕は世界中に学校を作りたい。